眼圏下垂により、眼圏下垂でバグらされた川崎みっちりです。聞いてくれてありがとうございます。今回は私が YouTube を始めるきっかけっていうか、この動画をアップするために私は YouTube を始めました。でもう本当に喋ってることを全部本当にちゃんと聞いてほしくて、もう本当にこの動画を撮るために YouTube を始めたので、もうお願いです、本当に最後まで見ていってください。ただ眼圏下垂の手術が決まってしまってて、前金払ってる人もうキャンセルできないとか、そういう人はちょっと見ない方がいいかなと思ってて、まあ理由はちょっと怖くなるな、って思ってて、怖くなっても大丈夫っていう方は見てください。ぜひ見てほしいなと思います。で、あとグロい画像が出ます。普通にグロい画像が苦手な方もちょっと見ない方がいいかなって思います。はい、本当にめちゃめちゃ気持ち悪いんですいません。こんな自分の気色悪い目を世間にさらけ出したくないなって思ったんですけど、もうそれ以上に眼圏下垂のリスクがやばいっていうか、もう失敗の仕方もエグいんです。今すごい流行ってて、まあ、韓国では目つき矯正って言われてて、眼圏下垂って目をカチッて大きく見せたり、目つきがカチッて開きが良くなるから、なんか結構ねみんなされてる方すごい多かったり、保険適用内でもできるし、美容外科でもされてる方がすごい多い手術やと思います。で、本当に失敗される確率がすごい大きいっていうか高いと思うんですよね。私は失敗のされ方も、びっくり目になったり、もう本当にガッて目が開い、見開いてしまう、もう黒目の上から白目が見えてる、もうガッて開いてしまうような目になったりとか、もう目が完全に閉じなくなってしまう、私目閉じないんですけど目が閉じなくなるとか、あと三角目、私もなったけど三角黒目の上だけがガッて上がっててもう三角目になったりとか、失敗のされ方がなんかちょっとエグいんですよね。そうで、美容整形って失敗される確率ってそんなに高くないと思いませんか？私はそんなに失敗される確率って高いと思ってなかったんですよ。で、自分が失敗、まあ、されたんですけど、まあ、自分はじゃあ運が悪かったんやって思ったんですね。でも違ってた、高いんです。私がね、思うにはね、ですよ、普通に本当に怖いなと思ってます。で、まあそのことに関して詳しく話していきますね。まあとりあえず私、てかそもそも眼圏下垂じゃなかったんですよ。眼圏下垂じゃなくて眼圏下垂の手術をそもそもしてるんですよね。まあ、それもそれとおかしいんですけど、結構二重の手術しにカウンセリング行ったら、君は眉毛とおでこを使って目を開けているから眼圏下垂の手術した方がいいよって言われる先生多いんですけど、あのね、私奥舞台だったんですけど、目を大きく見せたくて眉毛とおでこを使って目を開けてたんですよね。だからそういう癖があるだけの人が結構多分いると思うんです。だからその人は眼圏下垂じゃないです。で、あと加齢とともにまぶたがどんどん降りてきて閉じてくるから、あの眼圏下垂の手術しといた方がいいよとか、そういう風に言われるんですけど、眼圏下垂じゃないのに眼圏下垂の手術するって本当にリスクが高すぎると思う。もうなんか脅してるように聞こえるけど、もうそんなん言われたら眼圏下垂できひんやんってなるけど、私はすごい高いと思うんですよね。で、特化した先生に絶対してもらいたいなって私は思うし、失敗されてしまったらもうなんか1回2回3回4回って結構眼圏下垂の修正を繰り返してる方って多いんですよ。で、やっぱね、回数重ねれば重ねるほど修正どんどんしにくくなるし、眼圏下垂自体がなんかね、結構普通の整形手術よりもまぶたのね手術よりも結構高難易度らしくて難しいらしいんですよね。例えばね、目がガッてめっちゃ開きすぎてるとか、三角になったとかなるじゃないですか。閉じないとかなるじゃないですか。私はダウンタイムでどうにでもなるっていうか、ダウンタイムで治っていくものやと思ってたんですよ。ほぼ変わんないです。腫れとか2週間で引いてくるものですよね。だからもうおかしいと思ったらその場で先生に言ってください。おかしいと思ったら言って、私はダウンタイムで治ると思ってた。だから家帰ってツイッターで眼圏下垂してきたってツイートして、でついなんかおかしいなって思いながらツイートしたら、つけてくれた方から、DM 来て、これ過矯正になってるよ、抜歯の時に絶対直してもらってって言われたんですよね。でまた次怖いのが、
早めに直さないと次修正するのが半年から1年後になるんです、うん、早くても3ヶ月、けど3ヶ月で絶対修正せん方が私は絶対いいと思うんで、半年から1年後になるんですよね。その目で過ごさないといけないんですよ。そう、それが本当に怖くて、でも私未だに目も閉じてないし、修正一応してるけどやっぱちょっとおかしいんですよね、うん、だからとにかくあのね、あとね、手術終わった後にあの目閉じてくださいとか言われると思うんですけど、目閉じてくださいって閉じて、私ね閉じて、あ、閉じれてると思ったの、閉じれてると思ったんやけど、光が入ってないから、目閉じた時に光入ってないから、あー大丈夫やなと思ったら、先生に、あ、ちょっと開いてますねって言われたんですよね。ちょっと開いてますねって言われて、へーって、私もそれダウンタイムで治ると思っとるから。で、帰って、写メっていうかカメラでこうやって下撮ってみたら、めっちゃ開いてんの。めっちゃ開いてんの。え、開いてるっていうかもう白目やんみたいな。え、やばないと思って、え、これ治るんかなと思ったら、まあもうそれも治んないですよね。それも環境性なんで。だからもう、手術終わった後、眼瞼下腫の手術した人は、絶対にその場で下から写真撮ってください、目の。じゃないと分かんない。私も光さしてないから大丈夫かなと思ったら、普通にめっちゃ開いてたから。だから絶対写真撮って、自分で確認して、あのね、ちょっとぐらいやったら、多分ね、閉じてくる。そう。ちょっとぐらいやったら閉じてくるけど、めっちゃ結構開いてんな、みたいな。ぐらいやったら、なかなかちょっと難しいんじゃないかなって私は思います。必死で話しすぎたらいつの間にかムービー終わってました。あと保険適用でできる手術じゃないですか。保険適用でできる手術やし、絶対なんか大丈夫やみたいな謎の自信があったんですけど、まあ、こういうリスクがありますよっていう話を今回してます。カウンセリング4件回ったんですね。4件回って、でそのうちの3件に眼瞼下垂って言われたんですよ。で1件だけ君眼瞼下垂じゃないよっていう先生がいて、でその先生の言うことを聞いてればよかったってすごいだから思ったから、何件か巡って、うん、で眼瞼下垂に特化してる先生ね、眼瞼下垂に特化してる先生で何件か巡って、ほんまに自分が眼瞼下垂かどうか見てもらってください。あと世界切開のついでにやっとこうとか、そういうのも私はやめてほしいなと思う。二人にするついでにやっとこうっていうのもやめてほしいし、あとね、そう、値段がね、あんまりそんな変わんない。私は変わんなかったんですよ。二重切開するのと、眼瞼下垂するのと、うん、あんまり変わらなかったから、なんかじゃあセットでやっとくか、みたいな感じでやったんですけど、なんかそういうのもやめてほしいなって私は思います。本当に眼瞼下垂の人は手術、もちろんね、可愛くなるんやったら、ぜひしてほしいなって私も思うんです。もちろん思うんです。はい。本当にね、これずっと伝えたかったから、眼瞼下垂したいと思ってる人をちょっと考え直してしまうかもしれないし、私だってね整形反対じゃないし、もちろん整形私だってしたいし、どんどんしていくつもりでおるから、けどね、ただこういう動画ってなかったんじゃないかな、なんかない気がして、本当にね、なんかもう自分の大事な人たち眼瞼下垂の手術受けて辛い思いしてる人がほんまに多いから、伝えたかったです。はい、もうとっても長くなりましたが、まだ続きます。まだ続くんですっていうか、なんならこっからなんですけど、2週間目からが戦う修正を次、します。修正をして、まあ、その2週間後から、まあまあまあ、もう本当にバグりまくったので、その話もちょっと次にしていきたいと思ってます。では川崎樹里でした。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Thank you.